こんにちは、日本サロンの川原です。今回は以前何人かの方から質問をいただいた日本史のおすすめスポットについてお話しできればと思います。行かなきゃ損する日本のお寺トップ3京都編ということで、京都のおすすめのお寺を紹介します。新型コロナウイルスの感染拡大でなかなか遠出ができないと思いますが、感染が落ち着き京都へ行く機会があればぜひ行ってみてほしいお寺を厳選しました。僕は学生時代に全国の神社仏閣巡りをしています。初回から超マイナーなお寺を紹介してもハードルが高いと思うので、京都駅からも行きやすく大学受験でも出てくるお寺に限定して選んでみました。好評であればシリーズ化してマイナーなお寺や別の場所の神社仏閣やお城なども紹介しようと思います。完全に僕の独断と偏見で選びましたが、どれも行って損することはない自信のあるものばかりです。それでは早速紹介していきましょう。行かなきゃ損する日本のお寺第3位、自称寺銀閣寺。第3位は皆さんご存知、銀閣寺です。銀閣寺は俗称で、正式名称は自称寺と言います。室町幕府第8代将軍足利義政が別荘として建立し、死後寺院化しました。銀閣も素晴らしいのですが、今回皆さんに紹介したいのは東宮堂という別の建物です。この東宮堂は普段は非公開なのですが、毎年春と秋ごろ公開されます。この東宮堂は日本の伝統的な家屋の特徴で、和室として現在も取り入れられている書院造りの建物として教科書で見た方も多いのではないでしょうか。さてこのお部屋は東宮堂の中の堂神祭と呼ばれるお部屋で、足利義政の書斎に使われたと言われています。実はこのお部屋、義政が自らプロデュースしたと言われていて、あまり知られていない仕掛けがあるのですが、気づきますか？答えはこの障子の先にあります。障子の先にはこれまた義政がプロデュースしたとされるお庭が広がっています。こちらも非公開です。このお庭が大変素晴らしく、四季折々姿を変えるのです。実は堂神祭、和室にしては珍しく掛け軸がありません。この窓からの景色が天然の掛け軸になるようにしたと言われています。またこの東宮堂の別のお部屋には襖に絵が描かれ、例えば江戸時代の与謝蕪村や池の大河などの一流の絵が、また義政の木像も見ることができます。普段は非公開であるという点、自称寺への拝観料500円とは別に1000円がかかってしまう点などを加味して3位としましたが、1500円を払っても見る価値はあると思います。行かなきゃ損する日本のお寺第2位、智積院。第2位は智積院です。一般的にはあまり有名ではありませんが、豊臣秀吉の長男鶴松の菩提寺が前身のお寺です。このお寺の見どころは2つ。まず1つ目は秀吉の時代に活躍した絵師長谷川等伯久蔵親子の襖絵です。智積院襖絵として国宝に指定されています。特に有名なのが等伯の楓図と久蔵の桜図。待望の長男をわずか3歳で亡くした秀吉が、鶴松が寂しくないように豪華に飾り立ててほしいとの依頼を受け制作しました。前面に楓を散りばめた絵は秀吉時代の絢爛豪華さが思い浮かびます。個人的に好きなのは息子久蔵の桜図です。この絵よく見ると桜が浮き出ているのですが、これは胡粉というものを用いて立体的に仕上げているのです。この時久蔵は24歳、当時最先端の技術を用いた表現をしており、将来を期待されましたが、彼はこの作品を制作した2年後、26の若さで亡くなってしまいました。そのため現存する長谷川久蔵の数少ない作品の一つなのです。もう一つが名勝庭園です。大書院に腰をかけてゆっくり楽しむことができます。四季折々の景色を楽しむことができ、どの季節に行っても外れがありませんが、特に5月頃の土が満開になる季節は一段と華やかになり楽しませてくれます。大書院には先ほど紹介した襖絵の復元図が飾られており、ゆっくり座って当時の姿が想像できるのもいいですよね。この智積院は1000体の仏像で有名な
33元堂から歩いていくことができます。また銀閣からも近いので3位2位一緒に回るのもいいかもしれませんね。京都駅から行きやすく、受験でも出題されるという縛りからは外れますが、京都に行った際にぜひ見てもらいたいお寺を一つ紹介します。瑠璃光院というお寺です。かつては知る人ぞ知るマイナーなお寺でしたが、近年メディアでも取り上げられたり、インスタグラムでもよく紹介されるので、以前と比べると少し有名なお寺となりました。このお寺の見どころは何よりも書院から眺める新緑と紅葉です。こちらの書院は大正時代に作られたもので、2階建ての建物となっています。その書院2階からの風景がこちらです。紅葉のシーズンはどうしても混雑してしまいますが、新緑シーズンは大混雑はしていないので、日によってはこの眺めを独り占めできてしまいます。写真で見るのもいいですが、澄んだ空気のもと静かにゆっくり景色を眺める贅沢をぜひ味わってほしいと思います。そして書院1階からは庭園を眺めることができます。こちらの庭園を見ながら800円で抹茶がいただけます。抹茶を注文するとこちらの特等席でお庭を眺めながらお茶をいただくことができるのでおすすめです。落ち着いた雰囲気のお庭でゆっくりお茶をいただくと旅の疲れが癒されるかもしれません。京都のお寺の中でも好きなお寺の一つなので、番外編ということで紹介させていただきました。唯一の難点としては、瑠璃光院は市街地から離れていて少し行きづらいです。計画に入れる際には注意してくださいね。行かなきゃ損する日本のお寺第1位天龍寺。第1位は嵐山にある天龍寺です。足利尊氏忠義兄弟が後醍醐天皇の冥福を祈って建立された南北朝時代の代表的な寺院です。このお寺の見どころは3つ。まずはお庭、池泉回遊式庭園といい、この時代のお庭はこのように池の周りを歩くことができる形式のものでした。室町時代を代表する高僧夢窓疎石が設計したと言われています。歩いて散策することができますし、本堂の縁側から座ってお庭を眺めることもできます。そしてこれはあまり知られていないのですが、この天龍寺には築山があり登ることができます。頂上に登ると天気のいい日は京都を一望することができます。見どころの2つ目は境内にある天龍寺直営の精進料理店四月です。ミシュランガイドに選ばれた名店で、手頃な価格で本格的な精進料理を食べることができます。味も薄味でちょうどよく、個人的に好きな精進料理店の一つです。雪3300円、月5500円、花8000円の3種類があり、ホームページから予約して訪問してみてください。ホームページの URL を動画の概要欄に載せておきます。見どころの3つ目は天龍寺の外になりますが、竹林の歩道です。嵐山の有名スポットになっているため行ったことがある方も多いかもしれませんが、実は天龍寺の裏門から行くことができます。食べ歩きをしながら竹林の散策もいいですが、天龍寺の庭園をゆっくり散策してから竹林を歩くとまた別の趣を感じるかもしれません。今回は行かなきゃ損する日本のお寺トップ3京都編ということで紹介させていただきました。冒頭でもお話しさせていただいた通り、僕は神社仏閣巡りが大好きです。紹介してほしい地域のリクエストや皆さんの好きな神社仏閣もぜひ教えてもらいたいです。コメントでお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。